皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回は数学の勉強法を全解説やっていきたいと思います。数学ね、文系数学と理系数学、様々あるんですが、ここでは数学ね、勉強法を共通して紹介していきたいなと思います。まず数学どうでしょう。苦手な人の方が多いかな。数学大好きって人もね、いると思うんですけど、苦手な人はこの動画を見て数学の勉強法を正しく理解して取り組んでもらえたら、きっと苦手も克服できるんじゃないかなと思ってます。最後にね、動画見終わった時にこの通りやればいけるっていう風にね、自信を持ってもらえたら嬉しいです。あと理系の受験生にとってはもう最重要科目と言っていいですね。数学で合否決まります。なので理系の生徒は特に数学を力入れて勉強してもらえたらと思います。まずは数学苦手な人にとって、数学ができるってどういう状況みたいな、どんな感じみたいなのをね、イメージつけてもらいたいなと思ってます。数学苦手な人の中では、数学って頭良くないと無理だよねとか、天才的なひらめきや発想が数学にはいるよねっていう風に思ってる人いませんか？それは誤解です。数学は皆さんの誤解を恐れず言うならば、数学は暗記なんです。覚えればいける。ただここで言う暗記っていうのは、数字や式を機械的に暗記することではなく、一問一問の解き方を理解しながら暗記していけばいけるよっていうね、そういうことなんです。普段これから皆さんが数学の勉強をするときに意識しておいてほしいことは、武器を揃えるんだってイメージで勉強していってください。数学の入試問題を解くための武器ですね。それを揃えるようなイメージでやりましょう。2次関数にはこんな解き方があるんだとかね、確率ではこんな解き方があるんだっていうのを一問一問、なるほどなるほど、じゃあこれ入試で使うぞというイメージで解いていってもらえたらいいと思います。ここから皆さん残り時間勉強して、入試会場に行きました。入試会場でじゃあ用意スタートで試験問題を見ますよね。その時に問題を見た瞬間に、この問題の解き方は今までやったことのあるあの問題の解き方使えばいけるんじゃないかみたいな風に思いつくことができれば、数学は勝ちです。一部のね、最難関大学や医学部の問題ではない限り、大学受験で品質って呼ばれるね、解き方や数学の典型的な解き方のパターンをマスターしてれば、それに合わせて解くことができるんです。実際無理ですからね。何も勉強してない状態で問題用紙開けて、ふむふむみたいな、この問題はこうやって解く、ひらめいたみたいな、降ってきたみたいなね、そんなことはありえないので、要は数学っていうのは準備が全てってことですね。天才でない限り何も勉強してないところから問題を見て解き方をひらめくということはできません。数学は頭の良し悪しではなく、入試本番までにどれだけ武器を揃えることができたか、どれだけ準備して解き方をマスターした状態で入試会場に行けたか、これが全てなんです。歴史の暗記科目と比べれば努力が報われにくいイメージもあるかもしれませんが、数学だってきちんと解き方を一つ一つ身につけていけば確実に成績は上がります。苦手な人も安心してください。勉強すれば数学はできるようになります。まずそこをね、ちょっと前提としてマインドをちょっと変えていってほしいなと思ってます。じゃあここから具体的な勉強法いきますね。まず数学で一番最初に知っておいてほしい勉強のやり方が、きちんと一問解き方を身につけるっていう方法です。解説のね、分かりやすい参考書を持ってたとして、成績上がる人ってどんな風にやってるかっていうと、解き直しを徹底的にしてます。そして一問一問解き方を確実に身につけていってます。この解き直しっていうのがミソですね、数学の勉強において。数学はノートを見ればある程度その人の成績が上がるかどうかが分かります。まずこちらのノート見てください。こんなノートの人、実際動画見てる人でも多いんじゃないでしょうか。例えばこんなノート、例えば間違えた問題を解答解説見て、あ、解き方違ってたって言ってバツってして、赤ペンで解き方、正解の回答を写すみたいなやり方ですね。これ多いと思うんですが、成績伸びないです。赤ペンで写しただけでよし解き方覚えたぞーってなってたら最強ですよね。実際無理ですよね。赤ペンで写すだけの勉強はダメですよと。で、正しいノートはこんな感じ。こちらのノートのように間違えた問題もできるまで自力で解き直しをするっていうことを徹底してください。回答解説を読んで理解して、なるほどこうやって解くんだ、じゃあ閉じて、じゃあ今度自力でやってみるぞ、解き直し、よし自力で正解できた、丸、これで勉強がクリアになります。数学が苦手な人ほどこの勉強方法が間違ってます。解説を読んだだけとかね、赤ペンで写しただけとかね、最悪だと丸付けもしてないとかね、そういう勉強が多いです。それでは当たり前ですができるようにはなりません。数学は先ほど話した通り、武器を揃えるっていうのが勉強のポイントでした。できない問題を自力でできるようにする。で、できる問題を増やしていく。確率のこの解き方知ってるよ、この解き方も知ってるよ、この解き方も知ってるよっていう風に、受験までに必要な解き方を全部揃える。そうすると数学の成績は上がるんです。そして当たり前ですが、復習も重要です。武田塾では4日進んで2日復習しようっていう勉強のペースを推奨してます。1週間のうち4日間は進む日、例えば1日10問数学の問題できるようにしてくるぞって決めたら1日目10問2日目も10問3日目4日目っていう風に10問ずつやります。つまり4日間で40問分しっかりできるようにしてくると。ここで言うのはただやっただけじゃなくて、先ほど話したように間違えた問題も自力でできるまでやる、4日間で40問分できるようにしてくるぞっていうのが武田塾の勉強のイメージです。じゃあ次5日目6日目何するんだって話なんですけど、ここで復習をします。4日進んで2日復習の2日間ですね。で5日目にはできたら40問全部やってほしいです。ただなかなかそんな時間はないと思うんです。絶対やってほしいのは初見で間違えた問題です。初見でできなかった問題40問のうち、例えば2番5番7番13番19番22番26番28番35番とかね、4日間でやった問題のうち初見でできなかったものをもう一度やり直しましょう。そしたらまた間違えるものも出てくると思います。それもできるようにしちゃいましょう。で5日目で1から40のできなかったものをやり直します。6日目も同じことします。1から40のうちできなかった問題をもう1回解きます。さすがに6日目はね5日目よりは正解できるようになってと思うんですけど、こうやって1週間のこの6日間使ってできなかった問題についてはこの4日間の時にもしっかりできるようにするし、5日目にもできるようにして6日目にもできるようにして1週間で3回完璧にしようっていうのが武田塾の勉強のペースになってます。こうすれば皆さんどうでしょう、かなり定着しそうじゃないですか。で7日目は予備日とかね、テストの日って武田塾ではしてるんですけど、例えば1から40の中からランダムにテストしたら7日目はどうでしょう、ほぼほぼできるようになってますよね。間違えたとしてもケアレスミスとかケアレスミスもない状態が嬉しいんですけど、そんな感じでね1週間でできない問題を3回やってきて完全に定着させるっていうやり方をぜひ身につけてほしいなと思ってます。これが1問を身につけるやり方でした。ここから1問を身につける時の注意点話していきます。ここでの注意点は、ただの数字や数式の暗記になってしまっては初見の問題では対応できません。応用が利きません。1問を身につける時の注意点があります。それは問題文の情報を読み取り、なぜその解き方をするのかを説明できるまで1問1問の理解をしてほしいです。最初ね、誤解を恐れず言うと数学は暗記だってことを言いました。ただね、参考書の式とか答えをバーって何回も書いて覚えてとかね、それは数学の本質とは違いますよと。理解しながら一問一問解き方を覚えることが大事なんですっていう話をしました。参考書と問題の形や数字が多少変わっても解けるようにならないといけません。参考書の問題はできるけど模試になるとできなくなる人が一部いますが、応用が利かないやり方になっていることが多いですと。じゃあね、どんな風にして理解をしていけばいいのかってことをちょっと話しますね。具体例、中学数学の分野からやりましょう。例題です。1個50円のリンゴと1個80円のバナナを合計10個買ったら金額は650円になりました。さてリンゴとバナナをそれぞれいくつ買ったでしょうかっていう問題文、なんかどっかで見たことあるなって気しますよね。じゃあこれをね、解けなかったとしましょう。で回答回数読みました。ここでね、式だけ覚えても答えだけ覚えても考え方を身につけないと応用できないですよね。で回答回数ちゃんと読んでもらって、なるほどと、リンゴとバナナの2個わからないものがあるから、じゃあそれぞれリンゴを X 個バナナを Y 個買ったっていう風に X と Y で置いてみよう。そしたら合計10個って書いてあるから X+Y は10だな。金額は合計650円って書いてあるから、50円のリンゴを X 個80円のバナナを Y 個イコール 50X+80Y イコール650という式が成り立つなみたいな。じゃあこの2つの式を連立方程式で解けば X と Y の答えは出るぞみたいな。文章から必要な情報を読み取り、そこから回答の方針を立てることができれば初見の問題も解けるようになります。参考書の問題と解き方を覚えてしまうのではなく、問題文の与えられた情報から回答の方針を立てるようにすることを目標にしましょう。イメージ湧きましたか。じゃあここでね、いいノートの例、ちょっとこれ応用編なんでね全員が真似すること難しいかもしれないですけど見てみましょう。こんな感じです。実際に問題に取り掛かる前に問題を解く方針を問題文の与えられた情報をもとに立てる訓練をすると数学力がつきやすいです。このノートの問題の場合だとね、数学 2B の内容なんでわからない方はなんとなく聞き流してもらって構わないんですけど、問題文これね、基礎問題成功数学 2B という参考書のねまんまなんですけど、問題文に3つの実数解っていう言葉がありますと。その言葉に注目をして3つの実数解を持つということは3次関数が X 軸と共有点を3つ持つみたいなね、これちょっと勉強していけば分かる内容なんで、こういう風に言い換えてるんだなみたいなことだけ分かっておいてください。3次関数が X 軸と共有点を3つ持つということはその3次関数の極大値が0より大きい、極小値は0より小さい、これもね勉強したら分かることなんですけど、で極大値と極小値を求めて条件を満たす A の範囲を考えようっていうような方針が立ちます。こんな風に答えが導けるだけではなくて、そのプロセスを説明できると初見の問題への応用力がものすごくつきます。これね、ただ式や答えを覚えるだけじゃなく、この考え方を言葉にするっていう練習をやってみてほしいなと思います。自分は武田塾の講師として生徒には数学の問題を授業してみてとかね、この問題をどうやって解いたか自分より数学苦手な人に説明するつもりで教えてとかね、説明してみてとかねっていうことを生徒に聞きます。生徒がこの問題こうやって解きましたっていう風に説明できたら、あ、きちんと理解してるねっていう風な証明にもなるじゃないですか。逆に説明できないと、あ、まずいぞと、この問題応用できないぞ、じゃあちゃんと一個一個理解してから次の問題行こうっていう風な話にもなるじゃないですか。なんで説明できるかどうかっていうのは、その数学の一問を理解してるかどうかの大事な指標になります。これはね、入試の応用力に直結するめちゃくちゃ大事なことなので、一問一問説明するつもりで取り組んでいきましょう。この辺に関連してなんですが、例えばノートにね問題解くときにこんな質問よく受けます。日本語の記述まで書けるようにならないとダメですかっていうね質問もらったりします。これは絶対に書けるようになってください。最低でも参考書の回答に書いてあるレベルでは書けるようになってください。日本語も採点者が見てこう考えて解いてるんだなっていうのが伝わる回答を普段から意識しましょう。中学生まではね答えだけで良かったかもしれないですけど、高校では多くの大学で考え方が見られます。例えばね、高校に入ると場合分けが必要な問題増えますよね。あるいは証明問題のパターンも今までとはね比べ物にならないぐらい増えます。読んだ人が分かる答案を普段から作っていきましょう。長くなりましたが、ここまでが数学の基本的な勉強のやり方でした。で、次ここからねレベルごとに勉強に実際入っていきます。最初は中学レベルの話です。必要ない人はもちろんやらなくて大丈夫です。数学ができない原因の一つとして、中学生レベルで苦手が残ってるっていうケース結構あります。例えばね、一次関数とかね、図形の相似とかね、高校の数学でも使う重要な考え方の範囲も中学内容で多いです。例えば高校受験の都道府県の入試問題とか、中学校の定期テストとかで数学苦手だったよ、数学苦労したよ、でまだその数学の苦手が克服できてないって人は、きちんと中学範囲の復習から始めていきましょう。その場合はおすすめの参考書としては、優しい中学数学とかね、中学数学の解き方を一つ一つ丁寧にとか、中学3年間の勉強が1冊でまとまっている本とかだと短期間で終わっていいのかなと思うので、もし必要な人は是非やってください。じゃあここから高校の内容に入ってきます。まずは高校のね入門レベルから、まずは数学の概念を正しく理解する必要があります。高校の授業でも教わる内容にはなるんですが、例えば二次関数って何とかね、確率の基本的な考え方とかね、問題を解く以前の話を理解できてない場合は、そこの理解から始めましょう。おすすめの参考書は優しい高校数学とか、初めから始める数学とか、それこそ学校の授業、予備校の授業の代わりとなるような講義系参考書と呼ばれるものの読み込みから始めてほしいなと思います。こういう参考書はね、授業のように噛み砕いて説明してくれているので、一行一行丁寧に読んで数学の概念や基本的な問題の解き方を学んでいくようにしてください。たまにね、結構分かりやすい参考書で僕は自信を持ってお勧めしてるんですけど、読んでも分からないっていう悩みを持つ方から結構質問相談を受けます。で、解決策もいくつかあるので紹介します。読んでも分からないという人は、まずは読みながらそこに書いてある実際の作業を一緒にやってみることが大事です。例えば図形の話なら、本に書いてある通り自分でもまず図形を書いてみる。説明に書いてある部分を指さしたりとか、一緒にもう一回図形書いてみたりとか、実際に作業をしていって一行一行理解していくってことをやってください。グラフの話だったら同じですね。書いてある通り自分でもグラフを書いてみる。だからそうすると、読んでるだけではわからないことっていっぱいあるんですよ。実際に参考書に書いてる作業を一緒にやってみながら、一行一行を理解をしていってください。あとね、参考書読むのが苦手って生徒できちんと読まずに、武田塾でも質問に持ってくる生徒さんもいます。そうすると僕はね、すぐ教えてもいいんですけど、じゃあ何行目までは理解してて、何行目と何行目の間でつまずいてるのみたいな、絶対全部わからないってことはないじゃないですか。最初の1行目理解できたならば、じゃあ1行目と2行目の間でつまずいてるのか、10行目と11行目の間でつまずいてるのか、どこかで理解がつまずいてる箇所があるはずなんですね。それはどこなのって聞くと、あ、じゃあちょっともう一回ちゃんと読んできますみたいな。で、1行目理解できた丸、2行目理解できた丸、3行目、4行目、5行目理解できた丸っていう風に理解できたかどうかチェックしていくと、最後まで理解できたよねってなることが結構多いです。なのできちんと読んでないだけっていう生徒も意外といるので、こういう参考書やってるけど理解不安だなって人は改めて見直してみてください。どうしてもわからないところは周りの人に聞いてみた方がもちろんいいと思います。わからないまま進むよりも疑問を潰して進んでいってください。たださっき話したように何行目から何行目でつまずいてるのか、実際に何を質問したらいいのかっていうのを明確にしていった方が今後の数学力は上がると思います。今話したようにこういう分かりやすい参考書を使って各分野の基本的な考え方から学んでいきましょう。これが数学の入門編の段階でした。じゃあ次の段階です。数学のね、基本的な考え方は学びました。じゃあ次、公式や基礎的な解き方をインプットする段階をやりましょう。具体的には入門問題成功とか基礎問題成功とかの成功シリーズだったり、他にもチャートシリーズだったりね、フォーカスゴードシリーズを使う人ももしかしているかもしれません。やり方は動画前半で話した通りです。一問一問完璧に解けるまで解き直しをやっていきましょう。で、復習もやっていきましょう。で、また式の暗記とかね、なんとなく解けるっていう状態じゃなく、解き方を説明できるレベルまで仕上げましょう。これは散々繰り返し話してきました。ここ絶対守ってください。で、注意点がいくつかあります。注意点はまず一問一問考えすぎないことです。目安どうかな、例えば3分ぐらい考えて分からなければ回答回数見て OK です。で、回答回数を読んでその場でインプットをしてください。ここは武器を揃えるっていう段階です。インプットの段階です。なので初見の正答率っていうのは低くても構いません。解く時に考えすぎてしまってね、30分1問に考えてましたとかね、なっちゃうと効率が悪くなるので、それはやめたいです。武器を揃える段階なんで、分からなかったらすぐ答え見ていいよっていうことだけ覚えておいてください。で、あと注意点としては参考書の選び方も重要です。大まかに2種類ぐらいかな。基礎問題成功シリーズのように薄めのインプットの参考書、チャート式やフォーカスゴールドシリーズのように分厚い参考書。参考書によっても問題量がバラバラです。で、ここでね、参考書の選び方ミスるとなかなか数学の成績伸びなかったりするので、注意して選んでください。高校で配られてるからこっちやりますっていう子がいるんですよ。そうじゃなくて、ここでやっぱりね、本当に自分に合ってる教材は何なのか、参考書は何なのかってことを考えて取り組むようにしてください。おすすめは数学が苦手な人ほど薄い参考書を使ってほしいです。なぜかというと、武田塾の考え方にある通り、参考書っていうのは1冊を完璧にしなければ成績は上がりません。分厚い参考書は当然こうやりきるまでにものすごく時間かかります。そして1週では身につかないので、結局何週も何週も繰り返す必要があります。そのため分厚い参考書を1週する間に薄い参考書なら3週することだってできるんです。で、薄い参考書を3周して完璧に仕上げてしまった方が成績は早く上がります。もちろん東大京大医学部志望とかでね、分厚い参考書を最初からやっておいた方がいいケースもあるんですが、大半の受験生は分厚い参考書に手を出し、途中で挫折してしまうことが多いです。なんで薄い参考書を繰り返しインプットした方が成績が伸びると考えてます。今挙げたシリーズの他にも4ステップやサクシードなど高校の応用問題集を使う生徒もいるんですが、そういった参考書は回答回数が薄く、読んでも分からなくて悩んでしまうことが多いので、メインで使うのはおすすめしません。自分に合った基礎の問題集を前半に話した一問一問身につけるやり方でマスターしたら基礎の段階は終了です。僕らがおすすめするのは薄くてすぐ一周できる参考書、薄い本を繰り返し繰り返しやって完璧に仕上げていく。これが一番成績が伸びるやり方だと思ってます。で、これがインプットの段階になるんですが、インプットの段階で計算練習も同時にできるのが理想です。受かる計算、最速計算シリーズなどが計算のシリーズだとおすすめの参考書になります。1日30分程度ですかね、計算の練習に当て、考えなくても基本的な公式とかは使いこなせるレベルにしておきましょう。よくを言えば手が覚えてるっていうレベルで基礎的な計算ができるようになってると安心かなと思います。ここまでがインプットでした。次にアウトプットの勉強の話をします。この前のインプットの時期が武器を揃える段階です。で、ここからアウトプットになると武器を実際に使ってみようという段階になります。アウトプットの段階で大事なのは、問題を解くときに今まで身につけた解き方でこの問題って解けないかなっていうのをちゃんと考えることが大事です。この段階でおすすめの参考書は、いくつかあるんですけど、代表的な例で話しておくと文系の数学重要事項完全習得編などです。他にもね、実践力向上編とかね、国公立標準問題集キャンパスとか、標準問題成功とかね、重要問題集とか、このレベル帯はね参考書がすごく多いです。自分の志望校やレベルに合うものを使ってください。先ほども話した通り、問題文の情報から今までのインプットした解き方が使えないか考えることが大事だという話をしました。他にも図形やグラフの問題だったら実際に図形やグラフを書いてみていろいろ考えてみたり、数式に文字を含むような問題だったらその文字に具体的な数字をいろいろ代入してみて考えたり、様々な試行錯誤をしてほしいです。この考え方どうかな、この考え方どうかなっていうふうにいろいろやってみて、まず自力で解けることを目標にチャレンジしてほしい段階です。インプットの段階では分かんなかったらすぐ答え見てねって話をしました。アウトプットの段階では、レベルにもよるんですけど、ちゃんと時間を区切って考える時間を取った方がいいです。例えば1問15分とか自分なりに時間を設定して、その間はいろいろ実際に分からなくても諦めずに考えてみる。ここでの考える経験、考える訓練をしておくことが成績を伸ばす鍵になります。で、ここからは解き終わった復習の話です。思いつかなかった問題については回答回数を読んで、自分に足りなかった知識や気づけなかったポイントを振り返りましょう。もちろんここでも似た問題はできるように、回答回数を読んで理解した後はその場で完全再現できるまで自力でやり直しをしてください。で、特に大事なのはなぜ正解できなかったのかの原因分析です。今までのインプットした解き方がきちんと身についてなかったのか、問題文の情報を活用できなかったのか、そういったことも含めてどうしたら正解できたのかっていうのを振り返りましょう。過去の武田塾の生徒でいいやり方をしている生徒がいたので、紹介したいと思います。その子がやってた参考書がすごくいい使い方をしてて、こんな感じでやってました。参考書の上側にこの問題の考え方みたいなのをまとめて書いてくれてたんですね。彼は数学が苦手だったんですけど、神戸大学の二次試験の数学で9割ぐらい、二次試験で9割ってすごいよね、9割ぐらい取れるまで成長しました。彼から僕がちょっと教わったことじゃないんですけど、改めて感じたことがあって、参考書に載ってる問題には必ず意味があるなと。参考書の著者が、限られたページの分だけ数学の問題を集めてきて載せてるわけじゃないですか。そしたら参考書の著者はこの問題ができるようになってほしいじゃなくて、この問題を通して入試でよく出るこういう考え方とかこういう発想を身につけてほしいっていう風にメッセージがあるんだなっていう風に思いました。参考書を作った著者のメッセージを意識して、1問からできるだけ多くのことを吸収するのがこのアウトプットの段階で重要なことです。このことを意識して一問一問武器を揃えていき、難関大学の入試の解き方を身につけていけば戦えるようになります。私立だとマーチレベルから総計レベル、国公立だと地方国公立レベルを仕上げ、難関国公立レベルを仕上げ、東大目指す人は東大レベルを仕上げていくっていう風に、一気にねジャンプアップするんじゃなくて、徐々に1段階2段階という風に基礎から積み上げていってください。この辺りのねおすすめの参考書とかは具体的にルートの話でしていきたいなと思ってます。ここまでね数学のインプットとアウトプットの話をしてきました。インプットで基礎的な数学の考え方を身につけ、それをアウトプットの段階で実践して練習していく。こうやって一問一問の解き方、考え方をどんどん増やしていって武器を揃える。で、自分の志望校の大学のレベルまでの入試の数学の解き方の武器を揃えた状態で受ければ合格できると。結構数学って勉強シンプルなんですよ。あと1個気にしないといけないのはケアレスミスを防ぐということ。せっかく解き方の武器を揃えてもケアレスミスをしてしまって失点してしまったらめちゃくちゃもったいないじゃないですか。そのことについてちょっと最後話させてください。結構生徒からも多いんですよね。今回の模試数学計算ミス多くて失敗しちゃいましたとかね、本番でも私この大学受けたんですけど計算ミスしちゃってダメでしたとかね、すごい悲しくなります。ここでどうしたらミスなくなるのかって話をしたいんですけど、一言で言ってしまうとミスに対する気持ちの差です。ミスが多い生徒はケアレスミスは仕方ないよねっていう風に、ミスを軽く考えてしまってます。ケアレスミスをなめてはいけません。せっかく実力はあるのにミスのせいで点数を落とし合否が決まってしまうのが受験の世界です。解ける問題で落としてしまうということは一番受験においてやってはいけないことなんです。対策としてはミスそのものは防げないとしてもミスに気づくことはできます。必ず一問一問見直しをして計算が正しいか確かめるようにしてください。ミスが多い子は。あともう一つおすすめのやり方が、今までミスしてしまったことをノートにまとめておきましょう。自分がミスしやすいところを知ることが大事です。例えばね、移行する時に正負の符号を入れ替えるの忘れてしまうとかね、三角関数の分野でこの勘違いよくしてしまうとかね、自分の過去の過ち、すなわち黒歴史をまとめたノートを作り、普段からその計算の時には絶対にミスしないよう練習をすればミスは減らせます。武田塾ではこれを黒歴史ノートと呼んでるんですけど、今まで自分がやってきた計算ミスをその場で書き留めておいて、模試の前とかね、過去問演習の前とかに見て、このミス絶対しないぞと思って計算に取り掛かるとか、そういう日頃の訓練でケアレスミスは間違いなく減らせます。ケアレスミスは罪が重いという意識で本気で潰す気で練習をしていってください。以上が数学の勉強法になります。冒頭でも伝えた通り、数学苦手な人多いですよね。ただ勉強はシンプルです。できない問題をできるようにする、そして武器を増やしていく。で、武器を増やした状態で入試本番に行って、この問題の解き方知ってるって状態になれば数学で合格点を取ることもできます。しっかり時間をかければ成績が伸びる科目になるので、やる人は頑張って対策をしていきましょう。応援してます。今回は以上です。